俺がいなかったら負けてたろ。クオンは許さんけどな。マジふざけんなよ。シギーの足の情報隠してたんだろ。違う、本当に知らなかったんだ。嘘つけ。やめろお前ら、うん、俺ぶっ殺す。やめろ、俺のチームに手出す。逃げたぞクオン。なんでこれ。チーム Z の情報を流すから、君たちなら0点に抑えられるだろう。そしたら得点王で俺がこのまま勝ち上がれる。あいつまたもう殺す。落ち着けな。どうだ、俺と組まないか。断る。つまんねえ。お前の言ってること俺たちのメリットには何もならん。むしろデメリットだ。バカのくせに賢く見せようとすんじゃねえバカ。つうか俺はダセえやつとつまんねえやつは嫌いなの。お前はその両方だな。もういいよレオ、この話めんどくさい。帰ろう、おんぶして。ごめん、めんどくさくなっちゃった。この…待ってくれ。ねえレオ、なんでこの人こんな必死なの。勝つためだろ。頑張んなきゃ勝てないなんて弱いやつってめんどくさいね。ねえレオ、負けてもやりたいほどサッカーって面白いの。おい待てよ、サッカーなめんな。だから誰だよてめえ。チーム Z 潔世一、お前らに勝つ人間だ。